星と星線で結んで行けば君の元へたどり着くのかな。明日も笑顔でいられるように、今ここで思い切る。皆さんこんにちは、橋本聖子です。今日は第12回多摩音楽祭に、司会として参加しています。本当に毎年司会をしているんですけど、もうね、多摩音楽祭に対するスタッフの皆さん、出演者の皆さんの気持ちが溢れたステージなので、今日も楽しみたいと思います。いただきまして誠にありがとうございます。多摩音楽祭は多摩区内やその近郊で音楽活動を行っているミュージシャンや団体に日頃の成果を発表する場を提供するとともに、音楽で多摩区を盛り上げようと平成23年度にスタートした区民による手作りの音楽祭で、今回で12回目の開催となります。皆様、本日は第12回多摩音楽祭をご来場いただきましてありがとうございます。ライブや海外でのライブツアーなども行うが解散となり、2020年からソロ活動、オリジナル曲でのライブを中心に歌っていますとのことです。それでは俊介さん、よろしくお願いします。第12回多摩音楽祭終了しました、今日は3年ぶりの有観客ということで、みんなとっても気持ちがこもったパフォーマンス、そしてスタッフの方も気持ちがいっぱい乗った、一日となりました。ご来場くださった皆さん、ありがとうございます。これをこうしたらもっと長くなるの。おー、あ、これで。こうだ。上り戸駅にはこのどこでもドアがあります。すごいですよ。そしてドラえもんもいます。ドラえもん、パン食べてる駅が結構藤子不二雄ミュージアムがあるので、ドラえもんのドラえもんの世界観がすごいです。
トゥ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 ト